皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではテンセットのファンダメンタルズとテクニカルの分析を行います。テンセットから新しいファンダが出ました。内容はですね、読んでみると、 The development of Tencent project is tremendous. We already collaborate with three outsourcing ID companies, but now also expanding our core and marketing teams. Here we present four new members of Tencent family. Hope you will welcome them warmlyということでですね、新しいメンバーが4人ジョインしましたという情報が出ました。で、ホームページの方を見ていくとですね、まずお一人目がプロジェクトマネージャーでルーカス・ウィキラさんという方がジョインされております。で、2人目がダリップ・シェラジっていうんですかね、まあ、法律の方がジョインしています。で、これはコアメンバーで、マーケティングのチームとしては2人インフルエンサー YouTuber がジョインしていて、韓国のベオム・セックス・セオさんと柔道梅アノさんというナイジェリアの方がジョインされました。新しい方たちがジョインして、まあ、どういった効果があるのかというのをちょっとスライドに簡単にだけまとめたので、それを使って説明していきます。はい、今回のファンダの、まあ、大きなメリットと効果っていうのが2つあります。まず1つ目がグローバルの展開が加速するということです。まあ、具体的にはマーケティングとプロモーションが強化されるということになります。2つ目が内部強化ということで、システムの話と法律の話の2点の観点で内部強化が行われるということになります。で、まあ、このどちらもですね、まあ、長期的な目線での人材確保というのを行ってですね、まあ、これホワイトペーパーにも書いてあるんですが、このテンセットがよりよく進めていくためにこちら行われた形になります。私なりにですね、これがまあどういった効果があるのかというのですね、調べてみました。シェアをしていきたいと思っております。ちょっとあらかじめのご了承なんですが、ちょっと自分なりに調べたというところがあってですね、ちょっと誤っている情報とかもあるかもしれないので、取捨選択はちょっと皆さんご自身でやっていただければと思っております。で、もしちょっとこの情報間違ってるよというのがあったらですね、コメントとかいただけると非常にありがたいと思います。それでは内容に入っていきます。まずはですね、グローバル展開の加速ということを説明したんですけども、じゃあ現状どうなっているのかということについて、まずは現状把握から説明をしていきます。まず1つ目に、現在のテンセットのホルダーの方が約1万5000人います。で、2つ目、じゃあツイッターでフォローされている方何人ぐらいいるかっていうと、まあ、世界で6万8000人ぐらい、日本では2万7000人ぐらいです。で、3番目、テレグラムコミュニティではですね、1万5000人の方がいらっしゃいます。で、4番目、日本の公式 LINE ではだいたい4200人の方が今いるという、こういった現状になります。これをですね、新しい方がジョインすることによって、まあ、増えていく可能性があるということで、まあ、どんな風に展開されているかとかですね、ウェブで、調べたものがあるので、ちょっとそちらもシェアします。はい、それではまずお一人目にベオムセックセオさんという韓国の方ですね、 YouTuber の方についてちょっと調べてみました。もしかしたら正しくないかもしれないんですけれども、で、調べた結果ですね、おそらくですね、こちらの URL YouTube なんじゃないかなというふうに思っております。ベオムタイムズというふうに書いてあるので、この方なんじゃないかなと思いまして、まあ、動画最近投稿しているものもテンセットについてまつわる情報を書いていらっしゃいます。まあ、2万2000人ぐらいチャンネル登録者の方がいるという方で、インフルエンサーの方になります。またですね、まあ、韓国の現状のところでちょっと補足させていただくとですね、別の YouTuber の方でインフルエンサーの方、5万7000人で登録されている方はですね、このロバート・グリーンさんとですね、この対談というのをされていらっしゃいました。こちらのちょっと URL に載せておきますので、これちょっと対話があるんですけれども、ぜひちょっと翻訳の機能とか、こちら字幕の機能とかを使ってですね、自動翻訳とかですね、日本語であれば日本語にもなりますので、ここでちょっとご覧いただければと思います。2人目がですね、ナイジェリアの柔道梅アノさんという方なんですかね。こちらの方も YouTuber の方でして、見ると約1万5000人ぐらいのチャンネル登録者数がある方になります。で、この方もロバート・グリーンさんとですね、対話をしていらっしゃいまして、で、こちらの対談なんですけれども、このロバート・グリーンさんとですね、この仮想通貨がどういった世の中に影響をもたらすかという話と、テンセットの役割についてちょっとお話しされているということをですね、ぜひちょっと興味ある方ですね、こちらもリンクを載せておきますので、ご覧いただければと思っております。余談なんですが、このナイジェリアという国はですね、非常にこの仮想通貨にも非常に発展している国でして、で、こちらの記事によるとですね、
BBC のニュースによると、32% of those Nigerian who took part use cryptocurrency ということで、32% の方が仮想通貨に関わっているということですね。今非常に進んでいる国になっています。まあ、なんでですね、まあ、一部、The Central Bank of Nigeria はですね、この仮想通貨に関するトレードを一時的に停止したりということで、いろいろな起きて、まあ、そういった変化が起きている場所になっています。で3人目がですね、ルーカス・ウィキラさんということで、この IT の業界にいらっしゃる方で、10年間くらいいる方で、プロジェクトマネージャーの方がいらっしゃいます。で、リンクドイン見てみたんですけど、まあ、こちらにそのどんなことをされているかというのをですね、ざっくりちょっとこんなことできますよとかですね、ウェブアプリケーションとか、ブラウザーエクステンションとかそういったものをなんか作っている、まあ、クリエイターの、ビルダーの方になります。で、まあ、転生とかやりたいこととしては、そのスマートコントラクトっていうのを、まあ、自動化してさらに進めていくということをやりたいっていうところがあります。で、まあ、このじゃあ自動化するって、まあ、何が嬉しいんですかねっていうところで、ちょっとツイッターでこちらについて分かりやすく説明していらっしゃる方がいたんで、ちょっとそちらをちょっと引用させていただきたいと思います。抜粋してますといただくと、転接者は株式の配当等のシステムもステーキングバーンも全部スマートコントラクトでやるのがホワイトペーパーに書かれている。で、これというのはスマートコントラクトというのは、これ機械に働かせるということになるので、この転接のモデルというのは長期運用とこの高い技術力に基づく機械の労働によって、この CEO であったり転接メンバーが働かなくて自動的に収益を生み出す仕組みというのを作って、で結果的にそれをテンセットホルダーにもたらしてくれるというふうに書いてあります。なので、まあこちらがまあ根幹ですね。この事業のテンセット社のやりたいことの根幹になるというところがあるので、まあ、この自動化オートメーションってとても大事ですよということになります。最後、4人目に、ダリプさんのことに関しては、リーガルデパートメントということですね。ポーランドとアルバニアの、まあ、判事の方というところですね。まあ、詳しい情報は載っていなかったんですけども、まあ、リップルの SEC の訴訟という問題もあったかと思いますが、そういった問題というのをリスクを減らすために、きっとサポートを作り出さる方なのかと思います。まあ、以上が今回のファンダメンタルの説明になりました。今、こういった形でですね、徐々に着実に進めていくことによって、まあ、これは長期的な価格の安定にもつながっていくんじゃないかというところがあります。以上がファンダメンタルズの分析となります。ここからはテクニカル分析を行います。ただいまの日時は5月23日午前4時、チャートは4時間足を表示しています。前回の動画では引き続き水平チャンネルの中を推移していくという分析でした。今のところは分析通りの動きです。今後も水平チャンネル付近を推移する想定は変更ありません。 2.6 ドルを下回らない限り、まず 4.5 ドルを目指す強気の分析です。ただしサイクル理論の観点から2つのシナリオが想定されます。現在サイクルと起点としている場所がローソク足の数から52本という時間帯になりました。4時間足のサイクルの基本はローソク足の数が60本から80本です。そろそろ下落の時間帯の可能性もある、まだまだ上昇の可能性もあるという状況です。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。